はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私ね、本日埼玉県は加須市へ来ています。で、この道ちょっとね、まっすぐ行きますとラーメンのすいません、ラーメンの山岡屋なんですが、すいませんね、ラーメンの山岡屋羽生店、この羽生店がものすごく駐車場がもう広いんですよ。で、まあ長距離トラックの運転手さんたくさんトラック止められて、まあそこで休憩しつつで、なんとシャワールームもあるんですね。で、私実は、去年一昨年に4ヶ月ほど羽生の方へ、まあ従業員たちと出張へ来てまして、で、まあよくお世話になったラーメンの山岡屋羽生店ということで、まあこの先行くとね、それがあるんですが、まあちょっとね、お腹が空いたんで先に山岡屋でラーメンを食べて、で、加須の、ワークマンへ戻ってきたいと思います。はい。で、ワークマンで何をするかという話なんですが、実はね、まあワークマンの革手ですよ。まあ何気に使える革手もありまして、で、ワークマンの革手で職人が使える、まあこれは私なんですが、私の独断と偏見で、革手を4種類ですね、選んで、おすすめ革手を4種類選んでみようと思います。はい、興味のある方はですね、最後までお付き合いください。はい、出来上がりました。このね、ニンニクとラー油がまあ合うんですよ。はい、それではいただきます。はい、完食、ごちそうさまでした。それではね、今から加須のワークマンへ向かいます。はい、到着、そして入店ということで、どうでしょう、ワークマンといえば、私個人的な意見なんですが、ワークマンといえばやはりゴム手が豊富、そして安いイメージなんですね。コスパは別としてですよ、ゴム手が豊富で安い。そして今から向かう先は革手コーナーなんですが、これからですね、はい、この下の棚ちょろっとしか革手はないんですが、まあ安いんですよ、革手がものすごく安いんですね。ちなみに今199円と大きく目に入る革手もございますが、まあちょっと一通り見ていきますか。まずは10層組、まあワークマンといえば10層組ですよね。まあ安いですよ。はい、そしてやはり次目ついていくのがですね、ワークマンベスト、まあワークマンのプライベートブランドなんですが、まあこの辺が目に入りますね。で、指紋もちょろっと見えますか。はい、こういったラインナップになってますね。はい、このようなラインナップになっております。やはりですね、どれを取ってみても、値段が安いと、まあ安物買いの銭失いという言葉もありますが、まあ平均して10日ほどは耐えてくれるんで、まあそれはそれでいいのかなと思っていたりもするんですね。まあこの中から私がおすすめする、まあ間に合わせ的にですよ、使う革手を紹介します。まあコスパ最強はこれでしょう。なんと税込み1780円ということはですよ、1層178円ですからね。
まあ私の場合ですね、やはりこれはもうロープですね。ロープの時にこの革手は必ず購入して、現場へ持参していきます。はい、未だロープで足場解体される職人さん、やはりロープといえばワークマンのこちらの革手でしょう。こちらもですね、ワークマンのプライベートブランドワークマンベストからなんですが、値段もですね199円と安い上にですよ、すごく柔らかいのが特徴で、親指をですね曲げても突っ張らないように人差し指と、親指の間が深めに作られているんですね。よく考えられている革手だと思いますよ。ものすごく値段の割には使いやすいです。そしてこちらの革手299円と、まあ先ほどの革手と100円高くはなるんですが、マジック付きも販売されております。最後がこちらの革手、シモンから販売されておりますワークグローブとなるんですが、サイズもですね、M と L 2種類ございます。カラーもブラウンと、まあ一度ね皆さんこれ履いてみてくださいよ。その柔らかさにすごく感動しますよ。指先立体仕上げということで、指先がですね、まあ、湾曲に仕上がってるんですよ。で、湾曲に仕上がってるからこそ使い始めからもう作業しやすいと。そしてさらに柔らかいんですね。柔らかいから指の可動性が抜群にいいというのがこちらの革手です。まあ、ワークマンのくせにね、シモンなんかちょろっと置いてるわけですよ。まあこのお値段を見た時にね、少し高く感じるかもわかりませんが、まあシモンといえばですよ、まあそれはそれはトップメーカーですよ。革手のトップメーカーですよ。そこは信頼のシモンなんで、まあこの辺のお値段は妥当ではないかなと。で、この革手に関して言えば、摩耗に強く丈夫と、そしてですね、使い込むほどに手に馴染む。まあ最初から袋を開けた段階で、手に入った段階でものすごく柔らかさは伝わります。さらに使い込むほどに手に馴染む革手なんですね。平均してまあ2週間持つかなどうかなというところでしょうか。耐久性はそこまではないですけど、いい革手だと思います。今回ですね、ワークマンおすすめ革手ということで4品の革手選びました。賛否両論あろうかと思いますが、私はこちらの革手おすすめします。はい、いかがでしたでしょうか。価格表示されている値段すべてなんと税込みなんですよ。税抜きではないです、税込みです。まあ中にはね、シモンといったまあトップブランドメーカーの革手もございましたが、まあ安いでしょ。安い、まあ安いだけなんですけど、私たまにね、今日紹介した革手使用しますが、まあ1週間から10日ですよ、持てばいいかなぐらいの感覚ですね。毎日毎日使って、1週間から10日にしてはコスパ最高なんではないでしょうか。はい、そしてね、柔らかい。私よく革手こう剥いで、新しい革手履くと、まあ揉みほぐして多少柔らかくするんですけど、そんなことせずにしてもですね、もう最初から柔らかいのが特徴です。なので、ぜひ、まあこれ賛否両論あると思います。やはり革手なんで、職人さん、多くの職人さんこだわりありますからね、ワークマンの革手なんか使えねえよという職人さん多いと思います。まあ騙されたと思って一度履いてみてください。私今回、まあ、ワークマンで紹介しました。私がワークマンで買うならというところでの私のおすすめ革手となります。はい、それでは皆さん、またこの動画でお会いしましょう。ご安全に。まあしかしですね、周り見事に畑や田んぼばっかり。